では、今回はテキスチャーのプロジェクションについて説明します。最初に標準的なテキスチャーのノードを接続します。接続するだけですと、このような形でレンダリングされます。そこでテキスチャープロジェクションを指定します。そうすると、このようにグリッドが貼られました。これは必要ないので、デリートして消しておきます。今度は マップジェネレーター、テキシジェネレーターの中からイメージルックアップを取り出します。そうすると、このようにイメージルックアップのシェーダーノードでは、このようにコーディネーションを数値で入れることができます。UVW の情報を入れていくと、ちょうど今、中間あたり0.5付近になりましたので、こういうふうに緑が表示されているのがわかります。 これだけだとあまり意味がありませんので、今度はテキスチャージェネレーター、こちらをつなぎます。これをコーディネーションの方に入れてあげます。そうすると先ほど設定した XZ に対するテキスチャープロジェクションが指定されてますので、このような計算結果になります。では、せっかくこのテキスチャージェネレーターが別になっておりますので、それを利用して少し応用を行ってみたいと思います。 このようにカレードスコープを取り出します。こちらは万華鏡のように UV を変化させるものです。っと途中に入れて、つないでみて、パラメータを調整するとこのように UV が変化して、張り込まれている様子が変わっていくのがわかると思います。ではカレードスコープはこれぐらいにしまして、再度元に戻しておきます。デフォルトだとこういう状態ですね。 次にスペースコントローラーの中から 3D ワープを取り出します。こちらをコーディネーションにつなげてあげます。ジェネレーターからパラメータをコネクションします。そうするとこのように UV が変形している様子がわかると思います。パラメータ、強度やスケールを調整して、このワーピングの様子をこのように調整することが可能です。 こちらをアニメーション化させることで面白いエフェクトを作り出すことも可能になっています。